えるものは使わないとね。やっとここまで。はしごを登ってみる。
気づいた。役に立つといいね。
だから残り大丈夫。クイーンの放つ瘴気に飲まれ、多くの仲間がロストに落ち、奴の傀儡となり果ててしまった。かつての仲間と戦った奴もいるだろう。それでもよくここまでたどり着いてくれた。俺はお前たちを誇りに思う。思い出せ、愛する者たちの顔を、ぬくもりを、そして灰となって消えていった仲間たちを。グレゴリオ・シルバの名のもとにここに誓う。この戦いが終わったとき、立っているのは俺たちだ。共に戦い、この地獄を終わらせようじゃねえか。いいか、心臓はさらすな。二度と再生できなくなるぞ。この化け物が。お帰りなさい。気分はどう？ここがどこかわかる？あなたは2日前に殺され、またここに戻ってきた。気持ちを落ち着けて、この問診票に記入してもらえるかしら。確認しておきたいの、あなたが自分のことをどこまで覚えているか。暴走の兆候および深刻な機能不全もなし、至って良好。
心臓に損傷があったから少し不安だったけど、意外とタフね、あなたって。でも少しでも違和感があればすぐに教えてね。私たちレブナントは不死の存在だけど、ロストに落ちてしまったらもう助けてあげられないから。はい、これクイーンの正気が少しずつ濃くなってる。戦闘中これだけは絶対に外さないように。召集の時間ね。戻ったばかりで大変だと思うけど、でもきっともうすぐ終わる。頑張ってね。弟くんの様子は？ルイはまだ眠ったままよ。そう、拒絶反応の兆候がないと言っても心配ね。もしよかったらなんだけどね、クイーンの脅威がなくなっても私たちレブナントには知恵の渇望という大きな課題が残されているわ。化け物シルバーはね、化け物に奪われた土地を解放して生き延びた人たちを助けることで血を確保しようとしてるけど、私は私のやり方でこの課題を何とかしたいの。あなたの血液データには興味を惹かれる点がいくつもあるわ。お願い、考えておいて。あなた危ないと思ったら、彼の分担員は皆危険な任務が多い。特にカレン。もしクイーン、なんだい、もしかして君は。君もか。私は無産しすぎて記憶の多くを失っているらしくて、このまま愛する人のことも忘れてしまうかもしれないと思うと。よう、準備は万端か。戦いも佳境、もう少しってところまで来てる。気持ちよく死んでたってのに墓場から叩き出されて、なんで俺が戦わなきゃならねえんだって思ったこともあるが、あと少しでそれも報われると思うと不思議な気分だ。あの大崩壊から何もかもがおかしくなっちゃった。私たちは生き返って化け物たちと戦う力まで手に入れたわ。でもその代わりに人の血なしではまともでいられなくなった。大丈夫なのかな。クイーンの暴走で大崩壊を生き延びた人たちまで亡くなって、そのクイーンと戦うためにレブナントをさらに増やしてさ。ねえ、クイーンに勝てば少しはマシな世界になるって信じてもいいんだよね。なんだよ、さゆね顔しやがって。レブナントなのに死ぬのが怖いってのか。隠さなくてもいい。何度蘇れたって死は怖い。俺だって例外じゃねえよ。辛い戦いなんざさっさと終わらせていっぱいやろうじゃねえか。ああ、大崩壊。君には
大事な人はいるかい？こう見えても僕だ。レブナントになった僕でもありがたいじゃないか。俺さ、大崩壊の時逃げちまったんだ。あいつ助けてくれってそう言ってたのに見捨てて、結局俺も逃げた先で死んじまって、シルバはそんな俺に力をくれた。だから今度は逃げない。あなた、故郷はこの辺り？私の故郷は大崩壊前なら車を早くこの戦いを終わらせて帰らなきゃいけない。ようやくお目覚めか、新入り。お前のパートナーは俺だ。一昨日のクイーンとの戦い、お前の働きは聞いている。そこそこ使えるんだってな。すぐに出るぞ。準備は万端か？その力限界まで発揮してもらうぞ。クイーンが防衛ラインを突破し、こちらに向かって進行しているという情報が入った。ただ、やつも相当の痛手を負っていることは確かだ。一気に追い打ちをかけ、やつを叩く。間違っても、クイーンの血だけは食らうなよ。何人もの仲間が拒絶反応を引き起こしてロストに落ちた。自分の身は自分で守れ。いいな。行くぞ。さあ、パーティーの時間だ。盛大にゲストを迎えてやろうぜ。気を抜くなよ。使えるものか？ここにもあったか。ちょうどいい。クイーンの力精製した薬だ。そいつに一滴垂らしてみろ。ここならマスクを外しても問題ない。クイーンが暴走する前、彼女の力によって生み出されたものだ。周辺一帯の正気を浄化し、無酸した肉体をつなぎ止め、その場で再生する役割を担ってくれる。この浄化マスクも含め、クイーン計画によって得られたものが多い。彼女もまた俺たちと同じレヴナント、志を共にした仲間であり、唯一
さらなる高みへと昇る可能性を与えられた存在だった。彼女はその得意な力に飲み込まれ、欲望のままに血を貪る化け物に落ちてしまった。食うか食われるか、その二つしか選択肢がないのなら、俺は食らう方を選ぶ。薬の生産数は限られている。大切に使え。サポートは任せて。これで。大地が割れてるみたい。
しごを登ってみる。見て、何かある。ちょっとやばそうな色がね。作戦を考えた。立つといいね。高いとこは得意。何？まだ登ってないみたい。見て、何かある。中身は何だろうね。どこかで役に立つんじゃない？
のはしご崩れたりしないよね。この扉、まだ開けてないかも。あのはしご、ここからじゃ使えないか。うまくやる方法はきっとあるはず。頑張ろう。なんだろう、あれ。Thank you.
よかったわね。急に押したりしないでよ。そんなに大事なレバーなんだ。一人で進んじゃダメよ。せい！見て、何かある。使えるものは使わないとね。すごいもの見つけたわね。今行くわ。
たこのレリーフ、何の意味が。開けられないんだ。他の道を探しましょう。見れば見るほど奇妙な場所で、役に立つといいね。これで降りられるわね。とりあえず周り見とくね。ちょっと待って。与えてはくれないの。それって…そのはしご…降りてみる？いいもの入ってるかしら。その鍵使えそうね。
滑り落ちなの。探索は順調かな。いいよか。いいや、別人だ。自分という存在をつなぎ止めるのは記憶。壊れたブラッドコードを寄り合わせ、記憶の糸を紡ぐのかと。どうか、どうか今一度その力で。お待ちしていました。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。何事も。この間は。相変わらずすごい見た目。初めはちょっとどうなんだろうって思ってた。今度よかったら一緒に食べよう。必要な時。どうしたのですか。
また一緒に仕事ができて嬉しいわ。よろしくね、彼。ええ、こちらこそ。後でルイにも顔を見せてあげて。きっと喜ぶわ。あの小さかった弟くんがもう大学生か。道理でお互い年を取るわけね。幸運やのごとしね。時の流れは残酷だわ。まったくね。死骸が宿り、あらゆる細胞を活性化させるボア寄生体。正直空想の産物だと思っていたけど、狂狂化の原因が解明すれば臨床試験を始められるって。治療に転用できるようになれば医学にも革命が起きる。私たちの手で実現しよう、彼。試験管の中でゆっくり眠ってるんだ。それより見ていて、外。一体何が起こったっていうの？危機が狂ってるわ。ボア寄生体を利用して人の死骸から化け物と戦う戦士を作るだなんて。謎の生命体による被害は今も広がり続けてる。このままじゃいずれ考える時間すら与えてくれないのね。ごめんなさい。どうしたのです？侵害を受け継いでからどれほど月日が流れたのか。体中が熱い。まるで全身の血が沸騰しているみたい。彼、あなたは無事。苦しんでいないといいけれど。激しい苦痛で意識を失うたびに、私という形が少しずつ少しずつ崩れていくような気がした。もはや自分の名前すら思い出せない。それでもこの思いだけは。みんなの探索のおかげで、あ、何か買ってく？
どの吸血画像を転生したい？どの武器を転生したい？どの武器を強化したい？どの吸血合奏を強化したい？それじゃあ。こんにちは。何か売ってく？それじゃ。大抵のものなら置いてあるよ。何でも揃ってるよ。なぜお前の血が血類ただ食い、このことから類推する。準備ができ次第どうか。準備ができ次第探索に向かおう。始めるか。
どうした？何か気になるか？考えなしに群れに突っ込むなよ。こっちが不利か。身を隠しながら進めないか。あれはやはり締められているか。使えるものか。狭いな。どちらに行くか、お前が選んでみろ。鍵か。使えるかもしれん。注意を怠るなよ。
先行しすぎるな。建物の間にも注意を向けろ。少々やりにくいか。使えるものか。
待っていろ。これは地下道へのはしごか。そろそろ。はしごか。足元を気をつけていけ。この先防衛用の連絡路が使えるかもしれないぞ。よくやった。ここで再生しておけ。足場を意識しろ。俺に任せて再生しろ。無駄にする道理もない。見ろ、それは役に立ちそうだな。ここから上に行けそうだ。今行く。
落ちるなよ。振り出しに戻るのはごめんだ。このケースだ。有用なものだろう。今行く。確か隠し通路があったはずだ。先行しすぎるな。楽にはいかんか。静かに。下にいるぞ。一発お見舞いしてやるか。無駄にする道理もない。このまま前を通ると中から襲われるぞ。覚悟しろ。足を滑らせるなよ。近道ができたな。何か意味のある場所のようだな。よく見ているな。何か意味のある場所のようだな。
ルートはお前に任せよう。待っていろ。不利な状況でも打開策はある。確認を怠るなよ。よそ見をするなよ。今行く。奇襲を警戒しておけ。溶接はされていない。どこかに鍵があるな。使えるものか。先行しすぎるな。たついていると敵の標的になるぞ。待っていろ。いいか、安全に進めるルートを探せ。
先行しすぎるな。はしごが見えるな。お前ならどっちを選ぶ？Hello, Richard. What's up? Hope you had a good day then when you were out. Ooh. I still haven't actually checked what's in the Last of Us Part 2 Collector's Edition, but I'm going to pre-order at least one of the expensive versions. Where am I supposed to go? God damn it. Someday I'll probably buy a Switch, but not anytime soon. Oh, there's something. No, it's up. How much was it? It's going alright, just a bit exhausted from work the entire week, con prepping, and pretty much don't know where to go right now, so yay. Mm.
has to be something I overlooked. What? されていない。どこかに鍵がある。仕方ない。 再生力が尽きたか。戻ることも考えておけ。無駄にする道理もない。 さて、中身はどうか。 Too. Good, we're making progress. Oh, nope. That's pretty decent. 170. I think my collector's edition of Ni no Kuni 2 or Resident Evil 2 was my most expensive. I think it was like 200 or something. One of the two. Okay, so that's the boss area. That's gonna go well. Hello. Queen の先輩。やつら、もうここまで。 Good.
Well, what's actually in the collector's edition? I know that some versions have like the package that'll actually come in like a backpack from Elise. Too many blood pellets. Need to level up. Don't think I can get anything new. Oh, crap. Yeah, an Ellie statue does sound pretty good. Not too keen of the backpack either. It's kind of like how I think Destiny did it, the first one. They also like a backpack thing. Crucifixion King, and welcome. Usually, yeah. After a while, they'll just sell it like crazy because of the demand. Might as well just take a few more skills. Don't want to lose all these soul pellets. Take damage.
Yeah, it actually gives me the same feeling. They are making a Tokyo Ghoul game. I forgot which it will be coming out on, but I think it was the consoles. As well as a Fairy Tail game, which I'd look forward to. Fuck this. Do I have anything better? Halberd is slow. Worse damage. That's gonna be fair. Jumpy attack. Whoa, what the? Okay. Didn't see that coming. Ouch. Yep, I'm dead. Yeah, pretty much it does look like Dante's Devil Trigger. If you mix in the Dragoon style from Final Fantasy. Didn't see those attacks coming, that's for sure. At least now I know. Today. Good.
Aw, seriously? If only it was faster then. If only Jack was faster then. We would have made it. 死んでも死ねない身だ。納得いくまでやるのもいいだろう。But he has blood magic, so I guess... where is my blood barrier? Here it is. 好きにやれ。フォローはする。So this...Worth it. お行儀の悪いゲストのお出ましだ。そろそろパーティーはお開きにしないとな。If I have to fight her now, then I'm screwed. Kinda looks like the Whitebeard, Greybeard from One Piece. Until he dies.Well, I forget in which game it is, but it has like a boss gauntlet. I know Final Fantasy Dissidia NT has like some kind of thing about it. I know other games have that as well, and if you're unprepared then you're just fucked. Which does bring up a good challenge, but still...If you go through all your healing potions in one battle, then you're screwed. ゆっくり眠れ。You traitor!
I've only beaten Devil May Cry 2 once, so I don't actually remember much of it. Seems like it'll be worth trying. For exploration and melee combat, high HP and endurance. Ooh. Queen Slayer. Ooh, I do stats. That would be a trouble using the great swords on this one. A lot of ichor. Fortitude is good. Light and dark gifts. Train attack is alright. I'd have to see the skills for this one. And that's good. Maybe I'll stream the second one if I have the disk space later on. Level up. Level 68. Hell yes. Let's see. Acquired gifts. Queen Slayer. Goat owner. Oh, it's mine. I see. Well, that's a karma skill. Doesn't say how long the duration is, though. Crap. Ooh, I like these skills. I want very much. Just teleport over there. Sadly, I already know which boss is coming up because I accidentally helped a stranger online earlier. So teleport. I'll map that later. Cathedral. It's barrier, that's not good. Guess. Oh. Let's make sure we are all set. I have my escape plan set up. Don't have any daggers, so let's remove this one. Any camouflages. Shit. If I remember, it was a flame boss. Resistance to blood. That's stun effect of your current weapon. You have the one equipped. Freezing. Blood barrier.
ダメだ。ビクともしねえ。Yeah, from what I've heard, yeah, it is pretty bad. Even though I did enjoy it, from what I remember, all-time favorite does remain definitely Cry 3, especially the intro. It's actually the first Devil May Cry that I actually played. A good puppy. Okay, so he has long range fire attacks, close range fire attacks, and those things. The DMC reboot actually. Story wasn't that creative. It was decent. Yeah, a bit too easy though. I have a feeling that one might stab me in the back soon. Then again, I think there were three bosses in this area. Four, counting the one with Jack earlier. Oh shit! What a fact. Round 2. Ah, crap. And I think I used half of my healing. Oh, only one? Oh, no, 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 no. Oh, hell. What is this? Oh, shit. Sir, if I have to redo this from round one, then no, 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 no. Yeah, so we're gonna need something against fire, I mostly think. Oh shit. Storage. What's this? Pure blood. Something. How does the blood regenerate?
Not this one for the storage. Auto replenish off. So it's a fire. Freezing ain't gonna work here. Blood barrier, where is my... Oh, seriously, you only have... Crap. Don't need sensitive words. Queenslayer. Wait, Queenslayer will be better. So let's remove this one. Yeah, Final Fantasy final bosses all over again. Let's have fun. Yay. Oh, but I didn't have my thingy on. I see. I found something weird was on with the clothing. Wait, so is this one better? No, my drain attacks are better on this one. There we go. So I don't need that one. There's a lot I can use on fighter. Guess I could take this one to heal Mia. Biggest trouble will be to get my blood souls back. What? For real though, this is just insane. That boss is just OP as fuck. I guess I could try the multiplayer option for this one. One may never know. That's just one messed up puppy, though. Like, and there's like actually no way to precisely predict that fire beam, because it's both long range and close range that fires. So either you're lucky or you're unlucky and you're fucked. Revenant responded to us. I'll just keep this one for now. Okay, very easy. Come on, little minion, where are you? Yeah.
is still loading. Only annoying on this game is when you help people online is loading time. Konnichiwa. Ah, yoroshiku ne. Oh, need my souls. And we're fucked. I see, that's just so bullshit. Well, there goes my assist. No. Keep your back to me, little one. Not good. Oh, come on, don't do this to me, not now. Just die! Too close. Ha! Take that! Well, I did remember one thing that by her legs that she did fall down or stagger. But for some reason, I thought it was like in the center. But I was always wrong. Then again, that was way too close. If she regenerates again, then that's not fair. Destroy it. I don't want to kill her again. Of this one, that's for sure. それはすでに試したのだ。お前の適合率では一生棺の中で過ごすことになる。その覚悟はあるか。
Yeah, pretty much, because this is one hell of a stairway. Imagine having to climb these stairs just to get to your bedroom, or into the toilet or something. That's one big walk. It's actually a pretty big ass castle. Wait, oh, hello? Who even needs so many stairs? Shit. Yeah, leg day for days. こんな形で再会することになるとはね。久しぶりね、ルイ。アウロラ、アウロラなのか。どうしてこんなところに。答えは記憶の中にあったはずよ。 クイーンの肉体、その一かけらを人柱となって封印した継承者たち。私はその中の一人。クイーンだと？何年も前に討伐されたはずだ。表向きはね、あなたたちも知っているでしょ。レブナントは死と再生を繰り返す、いわば 不死者のような存在。でも心臓さえ破壊すれば肉体は消滅し、二度と再生することはできなくなる。クイーンもそうなるはずだった。不死の中の不死、灰になってもクイーンの再生は止まらなかった。 だから封印を。そう、不滅の体である侵害を切り刻み、他者の肉体に溶け込ませることによってね。そうしてクイーンの脅威は去り、束の間の平穏が訪れた。けれど所詮は窮余の一策。侵害を封印しても クイーンの生の渇望まで沈めることはできなかった。継承者の肉体は少しずつ侵害に蝕まれ、激しい苦痛に苛まれるようになった。ついにはあなたたちが見た通り、理性を失い欲望のままに暴れる獣に落ちていく。 私の心を引き戻してくれたあなたの力、クイーンの血を受け継ぐあなたなら。何？え？あなたには侵害を鎮める強さがある。どうか苦しむ彼らを助けてあげて。 この扉が継承者の眠る棺につながってる。まずは扉を探して、今のあなたなら開けられるはずよ。私はここでずっと守ってきた。
他の継承者たちへと続く道と血類の源流を。やはり血類の源流はここに。扉の奥にね。そこでずっと血の涙を流している人がいる。彼女をお願いね、ルイ。彼女？それはどういう。棺に眠る継承者たちがロストに落ちて、その封印が破られれば侵害は解き放たれ、クイーンが復活してしまう。その前に Restore memory. Let's do this. これは。No. Good puppy. Good puppy. もう一度、私に機会を与えてくれるのね。無事。Well, up until now, there wasn't actually like a very big plot explanation.Only the fact that the main character did lose most of his memories. Well, I think that because we did see in the flashback that we, for some reason, killed the queen and Jack put us to sleep some way. And probably because of the reaction with the queen's blood, we might have lost our memories. Maybe we went on a frenzy. Because he didn't remember Jack as well.So maybe our stuff is connected with like the queens and as more
of those pieces that we get, the more we get our memories back, I guess. Well, the main reason is fighting the queen, because she went rampage. I guess it's something like that. Ooh, range combat, hell yes. I wanna look at the puppy. Aww. He's a good boy. Isis is pretty alright. Slow base mobility. So I guess we'll go through this. There are more of those doors in this area. I think two of those. Remember one and don't remember the other. First thing, the safe point. Well, hello. やはりそういうことだったのか、姉さん。 終わってなかったんだ。クイーンは生きていて、そして俺たちは生かされていた。ここから流れてる血の恵みでクイーンを封印するため人柱になった姉さんの血の涙で。 今はそっとしておいてやろう。取り乱してすまない。もう大丈夫だ。これからどうする？ 継承者を探す。姉さんのことをいいのか。今のところ暴走の兆候はないようだ。血類の枯渇は今なお続くクイーンの最悪の一端でしかない。それが分かった今、俺はこの最悪を断ち切る方法を探していきたい。それが俺の果たすべき義務なんだ。 俺たちの、だろ。よくも仲間の誰かが歯を食いしばって前に進もうとしてる時は黙って支えてやる。そういうもんだろうが。ええ、どんなことでも協力するって言ったはずでしょ。お前たち。 お前の身に宿るその力、今はそれだけが頼りだ。よろしく頼む。継承者を探そう。クイーンが復活する前に。 少しだけ待っててくれ。
ごいもの見つけたわね。That's a lot of detail. Can I talk to her or something? Oh, okay. 源流を見つけたからには調査を進めたいところだけど、まずは継承者を探して暴走を止めないと。今行くわ。間違いなく消したはずだ。お前がどうしてここに。侵害を鎮める力、そういうことか。エヴァと同じ、いやそれ以上。こちら側につけ、血を継ぐ者よ。その器、放っておくにはあまりにも惜しい。気付けろ、奴は相当使えるぞ。心臓を守ることだけを考えろ。俺たちが盾になる。Prepare for いいだろ。A copyright claim probably because of the music. So I do apologize if any of the audio is gone. あなたには聞きたいことが山ほどあるの。話してもらうわよ。知ってることは全部。なぜ出てきた？あなたに無茶をさせないためよ。エヴァ。限界か。仕方ない。ここは引くぞ。いずれまた迎えに行く。それまでに覚悟を決めておけ。Sick. Hunter, 次は逃がさない。大丈夫。あなたは私たちが守るわ。I think that's a good ending point for now. Ending on a strong note. Hopefully the audio didn't quits because of copywriting that involves that music. We are going to check out the skills first for IC. There we go. Plasma Roar. Electricity. Sounds interesting. Valve Icker. HP to increase. Wait. Oh, reduces maximum. Could be useful for tanking. Yes. Oh, do we have? No. Blast Bolts. Shadow Leap.
instantly transports fourfold and Indra coil. Doesn't seem too bad skill wise. So yeah, thank you Richard and King for dropping by. I appreciate it. I won't be streaming tomorrow because I want to rest up a bit more. I will, however, stream, let's see, the 18th. Don't know what yet. And there is a slight chance that I might stream on the convention on the 19th as well. Not sure how I'll do it, but I will somehow. But yeah, again, thank you all for joining, and I'll see you all next time.